藤田正也は、日本の彫刻家、教育学者、教育者。学位は修士。静岡県立大学短期大学部子ども学科、准教授、行動美術協会会友、一般社団法人日本美術家連盟会員。愛知県高浜市立高浜中学校教諭。愛知県は愛知郡統合調律統合、中学校教諭、名古屋経済大学短期大学部保育科准教授。 などを歴任した。国が設置、運営している愛知教育大学に進学し、教育学部の小学校教員養成課程にて学んだ。2000年3月、愛知教育大学を卒業した。そのまま愛知教育大学の大学院に進学し、教育学研究科の芸術教育専攻にて学んだ。2002年3月、愛知教育大学の大学院を修了した。それに伴い、 修士の学位を取得した。大学院終了後、2008年9月に、行動美術協会の行動展で新人賞を受賞している。2009年9月には行動展で、竹畑里志作り賞を受賞している。以降も彫刻家として活動を続けていた。また、更新の育成にも努めていた。愛知県教育委員会に採用され、2002年4月に高浜市が設置。 運営する高浜市立高浜中学校の教諭として、赴任した。2005年4月、統合庁が設置、運営する統合庁立統合中学校に転任し、教諭を務めた。その後、子孫学園が設置、運営する名古屋経済大学に採用され、2008年4月より短期大学部にて保育科の講師を先任で務めた。2011年4月には、 名古屋経済大学の短期大学部にて保育課の准教授に承認した。2016年4月、県と同盟の公立大学法人が設置、運営する静岡県立大学に転じることになり、短期大学部の子ども学科にて準教授に就任した。専門は彫刻であり、特に石を素材とする彫刻に取り組んでいた。工房店である行動店などで活動しており、 2008年9月に新人賞を受賞し、2009年9月に竹畑里志作り賞を受賞している。以降、行動県においては2010年9月に海遊賞を、2011年9月には行動美術賞をそれぞれ受賞している。また、瀬戸市美術店においては2006年9月には大賞を、2017年10月には市長賞を、 それぞれ受賞している。研究者としての専門は教育学であり、美術教育に関する分野について研究していた。具体的には、学校での美術鑑賞の授業において、そのモデルの拡充や普及について研究していた。また、保育者養成課程において、造形おかさの授業の展開について研究していた。その他、石を素材とする彫刻の製作に取り組んでいた。 学術団体としては、日本美術教育学会、美術科教育学会、大学美術教育学会、日本保育学会、日本美術科連盟、アジア文化造形学会、国際美術教育学会などに所属した。ありがとうございます。